しんちゃんをこんにちは、いさまです。今日はですね、キックの練習法という動画を上げてみようかなと思います。というのもですね、最近僕は監督業をずっとやって専念してまして、その間ですね、 YouTube の動画が撮れなかったんで、その間にですね、 YouTube ショートっていうショート動画を覚えまして、Instagram とかに上げている縦動画をですね、 YouTube の方に上げることによってショート動画と認定されてですね、それが結構連続で上がってたりすると思うんですけれども、その中で上げたですね、回し蹴りの練習法、これをですね、上げたら、インスタとかの DM で質問をすごくいただいたので、詳しく YouTube でやってみようかなというふうに思ったんで、今日はその動画を撮ってみたいなと思います。2つに分けようかなと思ってますので、もし回し蹴りをきれいに蹴りたいなと思う方はぜひ一緒に練習していただければと思います。でまず最初にですね、僕の中でキックっていうのは3パターンあると思ってます。で、1つ目が格闘技、要は強く相手にダメージを与えるキックで、2つ目っていうのはアクション的な、見た目がかっこいい、綺麗みたいなキックで、3つ目っていうのはエクササイズ効果、トレーニング効果のある体に効かせるためのキック、キックをすることによってお腹が痛いとか、そういうことを 狙いに行くものですね。この3パターンあると思ってます。僕たちが普段ジムでやってるレッスンっていうのはこの3番目ですね。別に強い必要もないし、綺麗な必要もないけど、体に一番きつい、キックっていうものをレッスンではやってます。はい、それが目的なので。ただ今日やるものは2番目、2つ目のアクション的な、綺麗に見えるキックってことですね、っていうものを、やってみたいなと思ってます。はい、でですね、そう、この椅子を僕は使ったんですよ。綺麗にやっぱ切るためにはですね、足をもう長く見せるっていうことと大きく見せるっていうことが必要だと、僕はそういう練習を、教わってしてきたので、それをですねやりたいなと思ってるんですけど、じゃあ大きく見せるためにはですね、どうするのかっていうと、やっぱり膝を横からこう大きく回してくる必要があるんですよね。はい、こういう風に蹴るよりもこう蹴ってきた方が大きく見えるじゃないですか。横から見るのも一緒ですけど、縦にこうやって蹴るよりもこういう風に大きく回ってくる方が、キックが大きく見えると、いうことですね。なので、まず第一段階できる必要があるのは、膝がまっすぐ上がるんじゃなくて横から上がってくるっていうことですね。横から膝が上がる。なのでこういうちょっと高いものを目の前に置く。そうすると膝がまっすぐ上がったらこれに当たります、ね、こういうふうに当たります。じゃあ当たらないためにはどうするのかっていうと、横から、回してくるってことです。はい、こういう状態を作るってことですね。なのでまずはですね、多分最初こういう高いもの、今僕腰よりも上なんですよ。高いものだと難しいと思うので、もう少し低いものから始めてください。これ何でもいいです。例えば今僕カメラの三脚をちょっと使っちゃってるんで、ないんですけど、何かもしですね、台、こういうテレビとかでもいいんですけどね、はい、いいんですけど、こういうちょっと腰ぐらいのものかながあるといいかと思います。はい、ここから横から上げる、まずはこれだけです。ギュッギュッギュです。はい、で右足で蹴る方、左足が軸足になると思うんですけれども、右足を上げた時にですね、つま先が前を向いていると体多分ねじれないと思うので、その場合は膝を上げる瞬間に軸足をキュッと回してください。左足を前向きから横向きに回す。そうすると体が開きます。はい、この状態で抱える。戻ってきたらつま先も戻す。こう来てこう戻す。はい、ギュッギュッてですね。はい、これをまず練習、してみてください。膝をですね、やっぱり多少ないと高く上げなきゃいけないんでね、座った状態でのストレッチとかっていうのは必要になりますし、最初はね、ここで止めるのも難しいと思うんですよ。体幹力、バランス力必要だと思いますので、なのでまずは低くてもいいからここで止まる。キュッ、こういう練習、キュッ、
はい、キュッ、はい、グッ、はい、この練習をですね、まずはしっかりと積んでみてください。はい、ということでまず1段階目はここまでです。ほぼキックの、かっこよさっていうのはここまでで決まるかなと、ぶっちゃけ僕は考えています。はい、ここまでしっかりとできればある程度綺麗になると思っています。まあ、あと必要なのはやっぱり上半身がぶれないっていうことなんですよね。もうこの動作だけでもこういう風になっちゃったりとか、やっぱりこういう風に上半身がぐにゃぐにゃしてしまうとその後につなげられないので、安定して膝を横から上げられる、しかも上半身が動かない、はい、こういうことが、必要だと思います。はい、ということで、今日はささっとここまでです。1段階目は大きく見せるためには膝を横から上げてくる必要があります。で、その練習をする、もちろんね、椅子なしで、まあ一人で練習することもできるんですけど、やっぱりやっていくうちに、まあ、人間の体って楽な方、やりやすいように、自然にいっちゃうんで、自然とまっすぐ行くようにまあできてるというか、そうなってっちゃうんですよ、どうしても。たときに椅子が目の前にあればぶつかるから、あ、そうなっちゃったんだな、なってるんだなってことが、意識しやすくなるんですよね、確認できるというか。なので物理的なものを目の前に置くことによって、当たってなければできてる、当たったらできてないっていう判断基準をちゃんと持ちましょうという意味で、目の前に置いてます。はい、なのでまずはこれをですね、ぜひ練習してみてください。はい、それでは今日もご視聴ありがとうございました。僕がずっと編集をやってきたクション、ドローン、知的財産、この3つのコラボレーション映像、そして今回は飲食店の宣伝、中華街の広東飯店さんで、撮影をしておりますので、よかったらそちらの動画もぜひご覧ください。この後告知動画も流れますので、概要欄の方に URL を貼っておきますので、そこから、見ていただければと思います。はい、ということで、今日もありがとうございました。イサムでした。さよなら。ドローンとアクションと知的財産のコラボレーション、今回の舞台は広東飯店。衣装権流の達人と著作権流の達人がミスター X に挑む知的財産権。